第5飛行隊は、かつて航空自衛隊中部航空方面隊、第4航空団霊下にあった戦闘機部隊。F-86F 戦闘訓練飛行隊として1957年に浜松基地で新編され、1958年に松島基地へ移動し、1971年に兵隊した。第5飛行隊は F-86F 戦闘機を 運用する戦闘訓練飛行隊として、1957年2月1日に、静岡県浜松基地第1航空団霊下として、新編された。1958年2月16日に、宮城県松島基地で第4航空団が、発足したのに伴って、松島基地へ移動し、同年11月1日に第4航空団霊下に、編入された。 1959年1月から戦闘機操縦課程教育を開始したが、1960年7月1日に第4航空団が飛行教育集団から航空総体中部航空方面隊冷下になったことから第5飛行隊も戦闘訓練飛行隊から戦闘爆撃飛行隊へ改編され、1962年3月1日から大量空侵犯措置任務を開始した。 1971年6月30日に第5飛行隊は兵隊し、機材は松島基地に編成された第1航空団、松島派遣隊に引き渡された。ありがとうございます。